さあ始まりましたノンフィクション家族のお時間です。イエー、今日は東海オンエアさんの動画をちょっとモロパクリしようかと思います。でモロパクリっていうのも、もう今この時点でパクってるんですよ。っていうのも、何年か前の動画でその哲也さんがなんとなく見ている風景の中でみんなその普通に見過ごしてるだろうみたいなっていう疑問がらしくて、その中で山、今3人の背景にも山があるんですけど、ありますね。ああいう山が見えるじゃないですか。そうです、あれ、ああいう山見えるじゃないですか、はい、皆さんその山をただこう見渡して山だって思ってませんか。そうですね、山だからね。まあね、山にねそれ以上ないかなってなるじゃないですか。でなんで俺この企画をやるかというと、まあ、その哲也さんの疑問から生まれたその動画なんですけど、俺もその当時視聴者として同じ感情になったことがあるんですよ。実際にあの見える山は本当に山なのかみたいな。山だよ。山でしょ。山だよ、それは。そういうことじゃないんだよ。哲也さんに言うと、まあ、みんなちょっと大人になっちゃったね。もうそのなんかピュアな子供心がもうなくなってる。もしかしたらあれはね、まあ、グランドセフトオートっていうゲームあるじゃないですか、オープンワールドの。あ、ね、まあ、そういうオープンワールド世界の、まあ、末端というか端というか、はいはい、もしかしたらそう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 、どんだけ行ってもたどり着けないみたいなかもしれんし、絵かもしれんし、もしかしたら実際あの山がどういう感じなのかって分かんないじゃん。ただあの緑の三角にしか見えんじゃん。まあね、だろ、でも山だよ。でも行ってみんと分からんやん。まあね、まあ、そうだね。東海オンエアさんが行ったんじゃねみたいなところをルートで行って、まあ、実際にあの山を、同じ山を検証しようかなと。行っちゃいますか。行きますか。疑問持ってる、本当にちょっと気になる。あなた一番疑ってます。何疑ってる。何を疑ってるか。日本語下手くさすぎる。毎度のごとく。実際俺が疑問に思ったんで、その動画の中では哲也さんが運転してるんで、僕が運転して山の方攻めていきましょう。はい、行ってみますか。それでは VTR 振りの方を、じゃあモリリンさんお願いします。山あるんで、はい、今からちょっと山びこして、はい、返してもらいたいと思います。おお、はい、はい、行きます。はい、山さん、いたら返事してください。うん、OK、 帰ってこ、行ってみよう。行きます。レッツゴー。あの山か、あの山だな。あの山だよ。なんかでもちゃんと覚えといてね、山。分かった。それはもちろん。でかいね。ね、全然ね、視界から外れるわけがない。じゃあその可能性もあるじゃん。山移動してるかもしれんし。考えたことはないんですけど、月みたいに。そう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 、近づいてる。でもな、なんか遠くのさ雪山とかさ、今ここの自分がいる場所雪降ってないけどさ、うん、あそこでは雪降ってるんだなとか思わん。うん、白くなるときは思うね。じゃああそこをすげえ拡大してバーってズームしてったら、スキーとかスノボやってる人おるんだろうなとか、はいはい、俺思うよ、日常で。めちゃめちゃなんか頭いいんじゃない、もしかして。頭悪いだぞ。頭悪いぞ。ほら、同じ緑じゃん、一色の緑じゃないもん、近くで見たら。あ、これ僕ね、分岐、このまま左に行ったら、え、なんか邪魔されてる。おー、え、これ愛知の交通ルール待って、絶対に曲がらせてくれんよ。おーおーおー、田舎の交通ルールだな。全然周りの曲がりたいんだよ。すごいね、話してて、やべえなこれ。1ミリたりとも動いてる。平然と話し続ける。お、来たぞ車が、みたいな顔も進化ってる。え、僕で、ね、え、めちゃめちゃ山やん。ほら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 。え、なんか実際通ってた道っぽくね。あ、それっぽい。東海オンエアさんが。え、マジでそれは。ほらある。ほらほらほら。ほら。さて問題です。顔しか落ちた。さて問題です。顔しか落ちた。もうあっちから見ると髭が見えるよ、そう。ほらって何回言ったでしょう。4回です。川あ、これ行ったとこじゃね。あ、ここや、ここだよね。マジでこれか。マジでついたやん。やばい、一発やん。降りるか。すげえ、マイナスイオン感じる。
何ですかこれ。はこれ何東海オンエア来たぜみたいな。怖くないなんか。デデホラーだね。やかましいわ。一番自分がやかましい。気をつけて。うわやっぱ。え、もうどうした？え？こんだけ今発狂してやばいね。デンジャートラップだ。何？気をつけろみんな。めっちゃカオールだけど。これ当たるよね。おう、じゃあ通ります。行って行って、こいつにやられた。行って再現、再現、アングルもアングルも全て考えて。遠くから見たら緑一色たんで、実際来てみたら竹が生えてて蚊がめっちゃいて、つまりここは山だ。ああ、バックでサバイバル。あ、そっか、オーライ。あの、やってくるか、ちょっとオーライしてくれ。だいぶ距離あるけど。了解。このあの、カッチャみたいにあの、置いてかんもんですか。ああ、そうだよ、さすがにね。さあ、スマホもまあ、なんかやってくれたよ。もうやってるね、もうやってるやん。おいで、オーライしてもらってますね。おお、両手が、両手、両手やばいやばい、近い。怖いだろうな、ちょっと。何これ、なんかめっちゃ嬉しそうにやるやん。テンションバック降りた。高橋バック降りた。バカうぜ。バカうぜ、バカうぜ。バカうぜ、こいつガソスタでやっとった。声聞こえんな。じゃあ、モリン、声聞こえんわ。いや、もっと待って。まだいける？まだいける？まだいける？ちょ、そこなんか落ちてない？そこなんか落ちてない？後ろ後ろ後ろ。じゃあね。バイ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 。おい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 。40キロだから。極限チャレンジだ。イヤホンガンガンミッション。第1問、送りバント。オッケーオッケーやって、やって、やって、こっち、こっち、うん、はい、送りバント。あ、こっち、いきますよ。宮迫です。キングコング。